アシュレイディオ。さあ始まりましたね。はい、始まりました。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今日も早速質問に答えていただきましょ う。はい、こんにちは、アシナさんは企業当初から秘書の吉岡さんを雇ったとラジオで言ってた気がしますが、ほう、普通は最初は資金もそんなにないので、自分一人で始めるのが普通かと思うのですが、なぜ一人で始めなかったのでしょうか。売上がない中で人を雇うことに不安はなかったのでしょうか。よろしくお願いします。はい、いい質問ですね。いい質問。これは多分僕が一生語り継がれる自伝で自伝で一生語り継がれる多分お金の使い方だと思います。はいはい、お金の使い方という話。まあ、もう一回多分起業しても絶対一番最初に吉岡さんを頼みましょう。売上なくても、売上なくても、いや、どちらかというと吉岡さんがいないと僕が売上を上げるっていう活動ができない。ああ、はい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 、はい、こんなこと言うと吉岡さんが喜びすぎちゃう。でもやっぱりその自分が何ができて何ができないかっていうことを明確にやっぱ起業する前から僕は分かってたんで、だから僕ができないことは、うんうん、要はもうそういうことだったんですよ、うんうん、事務作業的な、うんうんうん、まあ、こまごました作業、こまごました作業ができないっていうことを明確に分かってたんで、うん、でも実は起業すると、うん、そっちの仕事がもう大半を占めるんですよね。はい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 、なんか役所行かなくちゃいけないんですよ。もう役所に行くっていうだけで僕多分3週間は悩みますよ。行こうか、うわー行けない、うわーめんどくせえな、行かなきゃなーみたいな。あー、で銀行に行かなきゃいけないんですか。はいはい、多分それで3週間悩むじゃないですか。したらもう起業できないんですよ。2ヶ月経っちゃう。2ヶ月以上経ちます、それは。行けばいいのに。行けない。それが自分でも分かってるぐらい本当にできないんですよ。あー、でそれをやろうとした時にビビるぐらい自分の中のエネルギーが 95% ぐらい持ってかれるんですよ。吸い取られてる。いや本当です。あ、僕のエネルギーを吸い取るのは唯一役所ですね。あ役所に赴くこと、はい、うーん、役所のコミュニケーションコストはすごいですね。 あとまあ書類を何かやる。そうですそうですそうです。ポストとかも もう何も入れないでほしい。確かに書類を自ら開封してサインして出すとかできないですよね。そうですね。いや、できるんだけどやることにエネルギーが半端なくかかるんですよ。ああ、腰上げるまでが。はい、なるほどね。でもなんかこう学校教育ってそういうことやんなきゃダメですよってことにならないじゃないですか、うんうんうん、それがやっぱすごい辛かったですね。ああ、あとはサラリーマン時代、電通時代になんかこういうのやらなきゃいけないとか、なんか月末になんか残業の申請とかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのも無理。だからもうあれをやるまでに、うわーこれ、うわーこれやんのかっていうので残業代が半端なく発生しますそこで、はい、残業代の申請だけでもう 5,6 時間かかっちゃう。残業が。まあ普通は確かに企業当初ってなんか経費そんなかけたくないしとか、うん、売り上げもないからって言って自分でもろもろやる人が多いのかなっていう印象なんですけど、うん、なんでそのなんだろうな、僕はその起業したことがビジネスの一発目じゃなかったんで、うん、とは言ってもその、まあ、お金をもらうっていう経験が、まあ、アルバイトとかもそうですけど、うん、アルバイトだったりとか、あとは電通ってサラリーマンの経験もそうだし、うん、プルデンシャルって個人事業だし、うん、マネージャーやった経験とか、アメリカに行ってとか、うん、自分が稼いで自分で金をもらうっていう経験とかもいろいろした中で起業だったんで、うん、だから僕は比較的早めに本質を理解してたと思いますけど、どこに金をかけるべきなのかっていう。でお金ってなんかそのお金をかけるところって単純に金額じゃないんですよ。結構多くの人って金額で見るじゃないですか、うんうんうん、でもジャンルなんですよ。ジャンル、はい、ジャンルに金をかけるんですよ。ほう、どういうことですか、ジャンル。要は普通の人って例えば会社を作って仕事をしていこうって言った時に、うん、いいスーツを着なくちゃいけないとか、いいところに住まなくちゃいけない、まあ、いろんなものがあるじゃないですか、うん、その中で僕はジャンルさえ合ってればいくら費やしてもいいっていう考え方なんですよ。うーん、はあ、はあ、だから僕の中では自分ができないことをやっていただくっていうジャンルに吉岡さんが入ってるので、そこにお金を出すっていうのは、あ、あの別にそれ金額がいくらかじゃないんですよ、うん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 、
別にいくらでもいいっていう。でもあのジャンルとして、例えばいい家に住むっていうことは僕の中のジャンルに入ってないんで、うん、それ別にお金が1円もかけなくてもいいっていう。あ、なるべく安い方がいいってことね。あ、そうですそうです。あ、でもなんか普通は一番最初仕事を始めちゃうと、うん、なるべく全部お金かかんない方がいいっていうジャンルを考えないじゃないですか。だから全部きちっちゃうんですよ。そうですね、そうっていう。そのジャンルって時にそのお金をかけていいジャンルあるじゃないですか、の基準は何ですか。ああ、まあそこもそこはかなりその経営者としての選球眼が問われますけど、だそこは結構そこであのビジネスの能力がかなり問われます。はあ、もうそこで問われると、ああもうこれですねだから経費ですよね、今の話は。経費っていうのは経費の額ではなくてジャンル選び、どれを経費に入れるか。そうです、うん、どれを経費に入れるか、経費として、そう、どのジャンルに入れるかがすごく大事です。だから例えばうまくいかない経営者っていうのは、着てるものに、着てるものっていうジャンルに入れたりとか、接待交際費っていうジャンルに金突き込んだりとか、いや社長だから会食が多くてっていう社長もいるじゃないですか。キャバクラっていうジャンルに突っ込んだりとか、そうですね、出張いっぱい行って交通費、はい、広告費に突っ込んだりとか、うん、うちは経費は経費の中の 90% 人件費じゃないですか、多分うちの会社は。そうですね、ですね、そうですねぐらい 80% から 90% の人件費ですよね。だから多分 そこで多分いろんな事業の経路が結構変わってくるんじゃないですか。美容室とかは、まあ、人件費よりも広告費の方がでかいかな、同じぐらいかな。あ、広告費の方が少なくなってくると美容室は儲かってきますね。あ、要するに口コミでもあるようになると。いや違います、広告費があの月100万円で月100万円でたくさん集客ができるっていう風になれば、美容師を増やせるじゃないですか、で美容師を増やしていくと人件費がかさんでいって広告費が割合として少なくなるからうまくいく大概とかさ。でも美容師が1人で広告費が100万円とか、あと広告売ってるんだけど人が集まらない、髪切る人もそんな必要ないってなるとなかなかうまくいきます。はいはいはい。じゃあそのうまくいかない経営者のポイントというか共通点みたいなところで言うと、その仕分けの問題。そうですね、ジャンル選び。だからその特に創業3年ぐらいまでは、もうそうじゃないですかね。いや本当にそうだと思いますね。必要な経費かどうかって話ですか。ああ、だからその、まあ、だからシンプルに経費、お金の使い方を考えてないっていう、まあ、そこだけだと思います。自分ができないこと、苦手なことを頑張ってやるんじゃなくて、自分が得意なことだけに集中するために経費を使うってことですか。そうですそうです。自分が得意なことって経費かかんないんですよ。おおお、だって普通にできるじゃないですか。でも自分ができないことって自分の労力がかかるじゃないですか。でも自分の労力がかかっちゃうと自分ができることができないじゃないですか。あ、だからその自分の労力がかかる部分を経費で解決するっていう考え方です。あ、なるほどな、だから僕の場合では考え事をするっていうことに一番労力を割きたいんですよ、でもその考え事っていうことが何かに労力を割かなきゃいけないせいでできないとなると、僕としてはすごいストレス。そうですよね。はい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 、という感じですか。ありがとうございます。